この扇風機ってやつで限界だよ博士。熱くて死にそうだ。しょうがないフランケン、お前にミッションを与える。このエアコンってやつを買えばいいらしいけど、どこで買えるんだろう。おじいちゃん冷たい。そうね、涼しそうね。なんだって。あー、寝そべって食べるアイス最高。ただいま。おかえり。さあこの中に入って。え、入る。何。まあ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 、この箱に入ると冷たくなれるんだって。え、おい、これ棺じゃないか。出せ。あー、息が。あー、よかったね博士。あ、アイスあるじゃん。ペロペロンのペロン。あー、涼しい。夏がテーマということで、松尾芭蕉の夏草屋を吟じます。夏草屋、夏草屋、つわものどもが夢の後、つわものどもが夢の後、夏休み、ミンミンゼミ、みんなで遊んだスマブラ、ライブフェス、スイカ割り、隣人トラブルルームランナー、なな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 、なななななな、流しそうめん。はい、どうも。長崎観光大使を目指している長崎サルクです。今日も暑いですね。海行くから痩せたいとか言いながらタピオカ飲んでるんじゃないんですか。ってことで、美容と健康のために、今日はサルクちゃんとウォーキングしながら街を探検しましょう。俺たちの冒険は、これからだ。縁も滝縄ではございますが、この辺にてお開きにしたいなと思います。それでは最後に教授一言お願いします。明日から夏休みに入りますが、研究室は休みなどはございません。体調を崩さず交通安全で通学し、コアタイム時間で安全に実験を行いましょう。ありがとうございました。それでは最後に一本締めで締めたいと思います。お手を拝借よーはっ。山下チャンネル。ヘイマルパウ、夏休みも目前、コミックマーケットももうすぐの中、夏バテで本が書けないだとかイラストが書けないっていう人多いのではないでしょうか。今日は夏バテを解消するためにあるものを使って夏バテ防止の料理を作っていきたいと思います。まずはフライパンを熱します。そしてその後に油を敷いて、その後茹でた麺を入れてある程度炒めます。そして夏バテ防止アイテムがこちら。そう、ツナ缶ですね。これを丸ごと入れて軽く火を入れたら、すかさず一生懸命走りましょう。親父、
ラーメンいっぱいくれ。はいよ、今日は何にする？どうしよう、何食べよっかな。醤油チキンドッグ、ナイスチョイス。Is it better? 今日はそんな気分やない。ジャニーさん、これはどうだ？うまそう。お、花火じゃん。いやーもう夏か。たまやー。